はい、ということで食べ歩きっすよ、新大久保。一応ね、前回動画で1万円客やったんだよね、一人で。でももう30のおじさんがさ、一人で食べ歩きしてるとさ恥ずかしくて、あと別にお腹いっぱいとかじゃなくて、もう照れで中止したのよ。はいはいはい、失敗ということで。でも今回はね、マイチンがいるから、まあ、心強いし、2人でやっていこうかなと。ちなみに前回結構あれでした、大変でした。もうシンプルに恥ずかしい。あ、じゃあ今回それ超えられるようにちょっとせめてね、ちょっと2人でねちょっとやっていこうかなと。まあ毎日も好きなものだけ食べてもらって、はい、で2人の合計で、まあ、1万円超えたら OK という、まあ、ゆるい企画でいきましょう。はい、ちなみにマイチンはこの新大久保の中で好きな店とかってあったりする？グンデチキン、そこのチキンがめちゃめちゃ美味しくて、おすすめの場所です。そこは韓国チキンとかそういうヤンニョムみたいな、そんな感じ？そんな感じ、そんな感じです。で、なんか種類で何個かあってみたいな。とりあえずじゃあホットコ行こうか。ホットコ行こう。ジョンの屋台村、あれそんなの行けるよ。そしたら蜂蜜チーズホットクと、俺モッツァレラチーズホットク、これ300円で、ポテトモッツァレラ米ハットグ、合計で1200円、はい、かな。あ、はい、おはようございます。いただきます。はい、いい、うん、お、めちゃくちゃうまい。うん、これこの客きついかも、重量が半端じゃないよ。まさら言わないでください。うん、これ3口で行く人いないよマジの服だよ。これ俺のか。うん、え、うまそう。俺のも食おう。おはようございます。モッツァレラチーズホットクかな、いただきます。赤赤赤赤赤、あ、うまっ。超モッツァレラ、あ、小麦粉がさ、多いじゃん。満腹感がやばいかも。ちょっと毎日も食べる、それ。いただきます。あ、おいしい。めっちゃうまい。あったまる寒いしね。うん、確かに満腹感、うん、絶対そう、やばいんだよ。来る。逆にこれで350円、コスパ良くないですか。いや、めっちゃ安いよ。だってこれ10回繰り返すんだよ、金額で言ったら。やばくない。でも世の中の YouTuber さんってすごいことしてんね、これ。俺でも1時間無理かもしれない。頑張ってくださいよ、ラスカルさんしか今日も希望がないんで多分僕次の次ぐらいまでしか行けないです。うん、ってことで画面外だけど、一応毎日も完食ということで、1巡目まず1200円か。これで1200円やばくない。お腹いっぱいお腹いっぱい韓国おでんとかあったよ。あ、行きましょう。行く、揚げおでん。いや、トッカルビ一番コスパいいぞ。1本400円だからトッカルビ4本行こうかな。俺3本食うよ。ここでもう稼ぐしかないんだよ。気合が全然違うだって俺もう前回失敗したから、怒られるよ次成功しないとで、おでん2本とトッカルビを4本と、はい、もち米チキンズの台を1つで、はい、あと揚げおでんも追加で大丈夫ですか。あ、はい、はい、3300も1200だから4500だ。ありがとうございます。ちょっと2軒目の乾杯でうん、うまいけど重っ。がっつり上がってるね、これも。真ん中に何枚、これ結構重いぞ。めちゃくちゃ甘くないですか。タレがすごく甘くて。甘いのか。うん、で、なんかプラスさ、中にお餅みたいの入ってない。うんうんうん、僕も実は、うん、餅と揚げ物とお肉と最高に重いよこれマジシャッチャカ食わないと帰れないね。うん、うん、うまっ。味は最高なんだけどねでも俺今めっちゃ幸せですよ。うん、まだいいっすよね、後できつくなってくるだけなんで。そう、後半がね、うん、絶対この客を嫌になる。うっ、でもこれで1600円か。おでん行ってみる。あ、食べたい食べたい。会員しなきゃいけないのがしんどいな、このルール、うん、これはプサンおでんだね。いただきます。これなんだこれなんか練り物だね。美味しい。うん、どう、プサンおでんのお味は。あ、かまぼこ、うん、近いね。柔らかいかまぼこ。全然想像してた油揚げ系かと思ったけど、全然かまぼことかに近いかもね、うん、めっちゃ温まる。一個だけ言っていい、うん、お腹いっぱいだわ。一個だけ言っていいですか。お腹いっぱいです
このお店の分食べ終わったらさ、とりあえずチキンかね。うん、あの序盤で行かないと死んじゃう。早いところ行かないと、うん、あー、出汁出てんね。さっきさ、おでんの中にもなんか上海蟹かなんか分かんないんだけど、カニが入ってたんだよ。うん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 、それで出汁取ってるっぽいんだよね。うまい、カニの出汁が。うん、うん、完食でございます。これ言ってみよう、揚げおでん。いただきます。うん、うん、うん、なんちゅうかな、ソースがさ、ケチャップとマスタードからさ、カットクの感じなんだよね。めっちゃかけてます、うん、で美味しいんだけどね。差がさ、難しいかな。うん、まあ、それは似ですよね、味も。うん、でもやっぱ揚げてるから食べ応えもすごいし、うん、これで2本で400円は相当安いと思う。うん、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 これなんだ、これが炭水浴だ。これにかけるんだ、あんを。分かった、俺が食べようじゃん。ほい、うわ、うまそうだけど、やばくない、これマジ。ボリュームすごい。珍しい匂いするけど、癖のある匂い。うん、なんかね、柑橘系っぽい爽やかな香りがして、なんか日本の料理じゃやっぱ食べたことないような味なんだけど、これはこれでね、すごくうまい。ちょっと苦手な人は苦手かもしれない。あ、うん、これは全然美味しいんだけど、うん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 、でも完食ですね。前陣がそのサイダーを飲み切ると合計で4000ちょっと、4500円か、4500円ぐらい。とりあえず会員しました。明日マジ1話で2480円。ここでクリアするんだったら2話分以上はかないとダメだね。じゃあ行ってみますか。ってことで、はい、撮影許可もらったんで、これね、ね、グッネチキン、グッネチキン、グッネチキン。じゃあ、まあ、とりあえず頼もうか。じゃあチーズボール一つと、クリームチーズボール一つと、オリジナルチキンとヤンニョムと、カルビの王様チキンをハーフで骨なしで、マンゴージュース、あとウーロン茶でお願いします。今一応注文してメニュー表下げてもらったから、じゃあ会見の時に超えてんのか超えてないのか計算してみよう。今4500円いってるから、5500円いったら勝ちよ。あ、これでも終わりだから。お疲れ様です。お疲れ様です。めっちゃ振りがすごいな。あります。はい、あります。ちょっといただきます。ものすごい熱いよ。いただきます。チーズがね、やばい。でもやっぱ生地がなんかほっとくみたいにやっぱ甘いから、甘じょっぱい感じ。これもクリームチーズボール、クリームチーズボール。こっちはほぼ甘みなくて、しょっぱい系っていうか、うん、もろチーズって感じ。どっちもうまいけど、どっちも重い。めちゃくちゃ揚げ物だね。うん、うん、こっから俺ら鶏1羽半分食うの。マジで言ってる。うん、 OK。 うん、うん、はい、カルビとオリジナルです、ね。はい、ありがとうございます。でまずこれがヤンニョムでしょ、でこっちがカルビのやつオリジナルと。これ半身だったらいけるぞ。これいけたぞ。とりあえずオリジナルから、はい、いただきます。全部おすすめです。まあ、唐揚げっていうか素揚げ、あ、うまい。ちょっと何ソースか分かんないんだけど、コチュジャン系でも甘い。こっちは多分辛い普通のソースだよね。あ、うん、うん、甘い、甘い、甘いシナモンみたいな。辛くないですか。そんな辛くない。ラスカルさんのそんな辛くないがね、あんま信用できないんですよ。いやマジそんな辛くないって。あ、うまいわ。王様カルビチキン焼肉のタレみたいな感じ。結構ね、パンチはあるね。この焼肉のタレ感がすごい、ボスってくる。うまいんだけどね。ちょっとこれヤンニョムも言ってみよう。
やっぱ甘い。シナモンもすごい使ってるから、うん、なんかあのマックのアップルパイみたいな香りする、シナモンの。あー、はいはいはい、うんうんうん、いや美味しいけど、本当にやっぱ韓国っぽいなっていう味付けだね。辛みはそこまでないよね、はい、うん、これが好きです。大阪チキン、ハンバーガーとかで食ってもうまいね。うまい、うん、これうまい。お肉もさ、満腹感にやばいんだけどさ、なんかやっぱ甘辛いとさ、すごい怖くよね。うん、いけるかな、これ。ちょっと一回思い出そう、いつものやつを。はい、入った。ついちゃうよ。いうことか、マジでちょうだい。重い。でもまた一回また本気出すわ。お水もしっかり用意しまして。よし。じゃあ一回これヤンニョムの方だけ本気出してちょっと片付ければ一回。よし。うん。一個お願いしていい？パセリ食ってくるね。パセリはいきます。これ食えないんだよね。うん。うん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 、何を。あとでも8個にトッポギのみだよ。リアルです今これ。これうい、やこれトッポギがなくなったよ。夜ご飯何食べるの。やめてください。本当にやめてほしい。うん。うん。すごい。なくなったよ、おさまチキン。すげえ。あとデフォルトのこのチキンだけだね。思ってたより1万円と違うな。もっとヘラヘラすると思った。もうちょっと気楽なもんかと思ったけど、全然きつい。すごいな。うん、お腹いっぱいすぎた。もう最後ぐらい見ててくれよ。最後にこうなったら教えてください。うん、俺最後で。うん、いやいや、なんとかグネチキン食べ終わりましたよ。でもまだ分かんないの、超えてるのか。可能性あるんですね。あるでしょ。そしたら一旦これでお会計して下で発表しますか。はい、ということで今グンネチキン食べてきましたけど、毎日合計の金額は計算して終わりました。はい、終わりました。ちなみにじゃあ、このグンネチキン合わせて合計いくらですか。今回の合計は、はい、11,704円になります。ありがとうございます。耐えれる。やっと超えれるよ。意外と言ってた。意外とね、まあドリンクで多分300円ぐらいだろうから、うん、2人ともで3杯頼んだのか。俺がウーロン茶2杯に、まあ、飲み物してもね、飲まなくてもギリいってたってことだ。ギリ。いや、ちょっと改めてさ、これ新大久保でこの企画やったらさ、コスパ良すぎるね。ちょっとそれ改めて思ったわ。2000円あれば普通の人は絶対食い切れる、はい、好きなもんを。いや、あれ正直毎日そんな食ってないと多分見てる人は思うけど、かなり助かった。あのほっとくとかも量多いじゃん。で多分前聞いなかったら俺もっと死んでた。最後のチキンもやばかったっすね。最後のチキンはなんかあのもう大食いモードだったもん、完全に。顔違ったんですよ。企画じゃなかった。その企画がもし反応良ければ、まあ、新大久保に限らずだけど、なんかどっかさ、また食べ歩きしようよ、一緒に。またしましょう。なんか、小越銀座とか行きたくない？あ、いいっす。いいっしょ。いいっす、ね。そういうのも行こうよ。で、まあね、とりあえずそんな感じで、ぜひね、新大久保、もう、どのメニュー、どの商品食べても安くて美味しいものばっかりですんで、まあね、気になる人はというか、まあ、もちろんね、YouTube 見てる方は結構もう行ってる人多いんだけど、まあ、改めてね、この新大久保で美味しい料理食べてみてください。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画と思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。ちょっと寒くて手が出ないんだけど。じゃあ、皆さん、今日の動画でお会いしましょう。じゃあね。ああ、帰ろう。